はい、どうもサノッチでございます。本日はねこちらから、はい、松屋さんでございますね。はい、こちらの方からですね、今日はあの普通の飯テロ会になるんですけども、今ですね松屋さんで人気すぎてずっと売り切れっていうメニューがあって、まあ、それがうまとまハンバーグなんですけども、まあ私ね昔から松屋さんのハンバーグ推してたんですけども、ブラウンソースハンバーグが、まあ、最強だと思ってるんですよ。まあ、なんでねどんなもんか食べてやろうと思って、やってまいりました。ただねもうねこれがまあ前提というか、もうね人気なの分かった、はい、っていうのは今日撮影5日目です。はい、もう5日間ずっと売り切れだった。今日やっとあった。もう人気なの分かった。まあ、なんでねちょっと楽しみに行ってみたいと思います。やっとあったよ。どうもー、はい、まあ、店内のうまとまハンバーグ定食。チーズねー、チーズねー、チーズにしよっかじゃあ。はい、合いがけ、まあ、いいか、チーズ。ご注文ありがとうございます。ちょっとこのチーズないところからね。それは人気出るわ。じゃあこのチーズ、チーズ。
って酸味もあってご飯がめっちゃ進む味。ソースだけでご飯できた。じゃあ続きましてね、この温玉をこれご飯の上で割ろうかな、うん、ご飯の上でこれ、あ、すごいな。ガーリックめっちゃ効いてる。どうもなるほどね、これは人気出るよ、まあね、長年私が愛してきたブラウンソース、まあいい勝負ですね、はい。まあ、ただね、ちょっとあのソースが結構ね濃いめで、がっちりとした味なんでね、ソースを全部ご飯にかけてしまうと多少しょっぱさを感じる方もねいるかもしれないんで、その辺は何かこうやっぱり温玉とか合わせてですね、ちょうどいい味付けにしてみたらいかがでしょうか、はい。まあ、なんかパスタ的なソースにもめっちゃ絶対合うよね。パスタでも食べてみたい、美味しかったです、はい。それでですね、皆さん、何度も申し訳ないんですけどもね、9月10日火曜日7時からになりますが、私大阪でですね、大阪の梅田で、トークライブ、まあ、オフ会イベントみたいなことがね決まりましたんで、まだまだ、募集しております、概要からね詳細の方確認の上どしどし、ご参加ください。一緒にね食べて飲みながら楽しい時間を過ごしましょう。というわけでよろしくお願いします。それでは皆さん、チャオ、バイバイ、お疲れ。うますぎだな、うまとまうますぎ。ハンバーグやっぱうまいな、松屋さん。